はい。オセロット、久しぶりだな。やっとですか、メイジャーゼロ。予想より遅かった。もう戻らないつもりだったが、そうもいかなくなってな。ええ、カリブ海。しでかしたのはやはり奴だった。お前は疑うだろうが。いや、その話は大体。それで。すぐに情報戦を仕掛けた。カバーストーリーを巻いてヤジ馬を散らしたが、効果は完全ではない。あれだけのことだからな、守りきれなかった。だが、スネークの生存は隠すことができた。少しは稼げるだろう。彼はどこに？古巣に押し込むつもりだ。キプロスのグリーンラインにイギリス軍の敷地がある。デケリアですか？エヴァに誘導させた。エヴァが、あなたの言うことを。皮肉だな。こんな形でまた集おうとは。非常事態です。そうでなければ私も。ああ、仲直りができたとは思っておらんよ。一生無理だろう。それくらいは私にも分かった。君にとっても例外的。一時的対応か。それで構わん。スネークを死なせたくはない。そこは合致しているはずだ。頼める人間は少ない。そこで、オセロット。奴をかくまってくれ。お前が守るのだ。ですが。いや、私は出張らんよ。あとは任せる。あいつもその方がいいだろう。ですが、あなたの監視下で。それはどこにいようと変わらん。最高の医療と警備をつける。後の方はお前に任せる。目覚めるのか。それがいつになるか。何一つわからんが。人間として息をしている限り、あいつはまだここを去るつもりがないんだろう。頼む。面倒を見てやってくれ。その場所は見つかりませんか？見つかることはない。見つけようとする者がいれば私が何とかする。情報を塞ぐのだ。あなたの得意なところですか？お元気そうで。そうでもない。こう見えても病人だ。ドナルドにいろいろ頼んである。この件も今後は彼に任せる。あまり嬉しくはないが、君ともこれが最後になるだろう。どうだ？断るとは思っていないぞ。やむを得ません。わかりました。ありがとう。礼を言われるのは気に入りませんね。それから君に一つ。これは提案だが。ええ。秘策を一つ用意した。気に入ってくれるだろう。秘策？あいつをもう一人用意したんだ。調査？いや、子供たちのことではない。精神的な複製、いわばスネークのファントンだ。よくわかりません。キプロスに着いたらわかる。仕込みは始めているが、どうするかは任せる。お前が得意なところだ。お前にしかできん。スネークのためなら。もちろんそう思っている。では達者でな。ええ、あなたも。スネークを頼む。まったくいつまでも世話の焼ける男だ。はい、私だ。君は退院が早かったな。探すのに苦労した。ボスはどこだ？もちろん無事だ。君が知っている状態のままという意味だがな。いろいろ誤解もあるようだが、君が言う通り私たちはあくまでビジネスの関係にある。利害の絡む話だけをさせてもらうよ。君が嫌いなわけじゃないということは分かってくれ。スネークはどこだ？分かっている。切られたくなければおとなしくしろ。そうすれば私はこれ以上首を突っ込まない。いいな。まず君のボス、スネークについて。処置が終わったので場所を移動した。君が気づいたときさぞ驚いただろうが、許してほしい。俺に麻酔はよせと医者に言ったのに。だが君も分かっていただろう。あの病院はカリブ海の現場から遠くない。民間では特別な対応も難しい。いつまでもあのままにはしておけなかった。それに正直私としては君に任せておくのもどうかとな。気を悪くしないでほしい。人探しをしている連中ならまず君をマークする。君からは遠ざけておくべきだ。わかるだろう。本当は今もスネークの場所を知らせたくはないんだが、それも困るから一つだけ連絡先を教えておこう。何人かメッセンジャーを通じてある男にたどり着く。スネークの知人。君も名前くらいは聞かされたことがあるはずだ。その男にスネークの場所を任せてある。
少なくともこの手のことに関しては世界で最も信じられる男だ。秘密を隠すこと、人を欺くことに関してはな。スネークとも長い。君より10年は長い。私自身を信頼できなくても構わん。だがこの件については全幅の信頼を置いてほしい。何年かかってもあいつをこの世界に引きずり戻してやる。いいな。こんなことをベラベラと喋っているのは君をまだ舞台から下ろすべきではないと思っているからだが、そこでもう一つ、その後のこと、あいつが起きてからのことだ。スネークが目覚めた時、私はそうなると信じてるが、その時はまた君の力が必要になる。だからあいつが目覚めたら真っ先に君に知らせが行くようにする。暗号は V が目覚めた。必要な人間に一斉に出回る。いいか、これがプロローグの開演のベルだ。それまでは何をしていても構わん。来たるべき時に備えていてくれ。まあ、私に言われるまでもないな。そうだろ。君にも気の毒だった。だがこれで終わらせる気はないはずだ。あんたは何を言っている？ん？今の話が本当だとしたら、あんたは自分の首を吊る縄を枝にかけているように見えるぜ。一体何のためのお膳立てなんだ？スネークのためだ。スネークを目覚めた後も生かし続けるため。それだけだ。その後何をするかはどうでもいい。じゃあ教えてくれないか。なんだ。俺があんたといわば提携関係にあったのは、あんたの目的が理解できたからだ。世界を一つにする。そのためにスネークの存在を絶ってはならない。随分協力させてもらったと思っている。ああ、あんたが話していたことも少なくとも大枠では嘘はなかったはずだ。もちろんだ。だったらあんたがボスに、スネークにあんなことをしたのはなぜだ。ハースの件はまだわかる。腕ずくでもあんたはスネークが欲しかったんだ。だがその後のことは、ボスにあんなこと。あれは私ではない。信じてはくれないだろう。だがあれは断じて私の意思ではなかった。私の組織も一つではない。私の言葉が隅々まで通じるようになるのもまだずっと先の話だ。監視が甘かったのは認めるが、二度とあのようなことはない。無駄な話だったな。どうせいずれわかる。ボスが目覚めたらすぐに生皮を剥いで俺たちに死を乞うようにさせてやる。そうか。いくらのぼせても構わんが、これだけは忘れるな。カズヒラ・ミラー、いいか、ビッグボスはいつか必ず目覚める。その時そばにいてやってくれ。